はい、LA 生まれ宮崎育ちアイルウェルスドラマのカスです。よろしくお願いします。後ほどカバー動画の方は演奏させていただきますが、まずは今日も前回に引き続き基礎練習からやっていきたいと思います。今日のテーマはですね、アクセント移動の第2弾になるんですけれども、16分音符の中でアクセントをやっていく形になります。譜面を見ながら、説明させていただきますね。1小節目から4小節までは1小節ずつでアクセントを移動させていきます。1個目、1小節目は1個目、2小節目は2個目、3小節目は3個目、4小節目は4個目っていう風にアクセントを移動させていくんですけれども、ちょっと軽く演奏しますね。じゃあ1小節目からいきます。2、4、5、2小節目、3小節目、4小節目っていう風に順番に移動させていきます。で、5小節目から、右手だけのアクセントで、6小節目が左手だけのアクセントで、7小節目は1拍ずつで移動させていってます。1拍目が1個目、2拍目が2個目、3拍目が3個目、4拍目が4個目で、最後の小節、8小節目はアクセントを組み合わせたものになります。で、こちらは一応3拍フレーズだったり1拍半フレーズっていうフレーズの名前がついてるんですけれども、一応頭の片隅に置いておいてもらえたらと思います。で、この練習のポイントで言うと、アクセントを叩いた後に大きくならないように気をつけることですね。こういう風にならない、ダンダダンダン。で、こちらの制御の方法の練習としては前回の動画で紹介してますので、そちらを参考にしてもらえたらと思います。で、これを皆さんと一緒に3分間、ぐるぐる回していきたいと思います。はい、ではこれから3分間一緒にやってみましょう。ではスタートします。3、2、1、スタート。約1分です。1回だけ、1回だけ、で、頭次の小節で終わりましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、6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 8、59、60、61、62、63、64、65、66、
はい、お疲れ様でした。いかがだったでしょうか、ね、結構いい、ウォーミングアップにもなるので、皆さんの練習にこちら取り入れていただけたらと思います。はい、では体が温まったところで今日のカバー動画映っていきたいんですけれども、テレビアニメスパイファミリーのエンディングの主題歌になってます星野源さんの喜劇演奏させていただきました。それではどうぞ。ただ秘密を抱え普通のふりをしたあなたと探し諦めた私の居場所は作るものだった。あの日交わした血に勝るもの心たちの ありがとうございます。本日使用しました基礎練習の譜面はプレゼントしてますので概要欄より、受け取っていただけたらと思います。またカバー動画の譜面も入手できますので合わせてチェックしていただけたら嬉しいです。これからもですね、自分自身が初心者の頃にこういう動画に出会いたかったっていうコンセプトをもとに随時アップしていきますので、これからも楽しみにしていただけたらと思います。それでは気に入っていただけた方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。 See you next time. バイバーイ。